原容疑者の純損失額は約62億円。差額ってどうなってるんだろう。ドジャース、投手の元通訳、容疑者は米連邦検察に銀行の容疑で訴追され、12日、日時間13日にはロサンゼルスの連邦地裁に出廷した。大谷の口座から1600万ドル、約24億5000万円以上を不正送金したとされるが、での純損失は4068万ドル、約62億円。差額にどこから捻出したの？と疑問の声が上がっている。水原容疑者は2021年からの2年間で約1万9000回に及ぶ賭けを行い、大谷の口座にアクセス。1600万ドル以上を違法なブックメーカーに不正送金していたことが明らかになっていた。賭けで勝った金額は約1億4200万ドル、約218億円。負けた金額は約1億8300万ドル、約280億円だった。水原容疑者が銀行側に自身を大谷と偽って電話し、送金を可能にしていた。最大禁錮刑30年になる可能性があり、司法取引に応じる意向と米メディアは伝えている。大谷から送金した1600万ドルを差し引いても、差額は約2400万ドル、約38億円になる。SNS では、差額ってどうなってるんだろう、大谷さんに帰ってくるのかなと不安視する声が寄せられていた。フルカウント編集部。